第81回菊花賞は2020年10月25日、京都府京都市伏見区の京都競馬場で行われた、競馬の GI 競争である。コントレイルが2005年のディープインパクト以来、無敗でのクラシック3冠を達成した。新型コロナウイルスの感染拡大の影響及び、改正、新型インフルエンザ等対策特別措置法32条に、 基づいて、日本国政府から発令された緊急事態宣言により、2月29日より取られていた無観客開催措置が、10月10日の東京、京都、新潟競馬より解除されたため、本競争でも1日あたりの席数を778席に制限して、一般客の入場が可能となった。入場できるのは事前に専用サイトで、指定席券を購入したものに限られ、 入場にあたっては、マスク着用と指定席券が必要になるほか、大きな声を出しての応援も禁止され、入場者同士の距離を空けるなどの感染防止対策が取られた。札幌省東京優秀セントライト記念第74回セントライト記念は9月21日、中山競馬場、芝2200メートルにて12頭が出走し、行われた競争である。 単勝オッズ10倍以下に押されたのは5等であった。弥生賞ディープインパクト記念勝利の里のフラッグが3.7倍の一番人気、スプリングステークス勝利のガロアクリークが4.4倍の2番人気に押され、サツキ賞のトライアル競争を勝利した2頭が上位を占めた。それに続いて、青馬賞及び共同通信杯で3着となった、フィリオアレグロが5.6倍の3番人気、 ラジオニック継承で重賞初勝利となったバビットが5.9倍の4番人気、加えて青馬賞でオーソリティに首差及ばず2着となったバルコスが7.8倍の5番人気が支持された。スタートからバビットが鼻に立って逃げ、1000メートルを62秒6で通過し、バビットが先頭のまま最後の直線に侵入。最終コーナーでまくりにかかった里のフラッグや、 行為に位置するガロアクリークが先頭に詰め寄られるものの、バビットがもう一伸びして後方に一馬身2分の一差を広げ、2004年のコスモバルク以来の逃げ切りによるセントライト記念勝利となった。ラジオ日経賞に続いて、重賞に連勝、2009年勝利の父中山フェスタと共にセントライト記念史上4組目の不死制覇を達成した。 起乗した内田は、が、クロック気味に見られていたので、ここでどういうパフォーマンスをしてくれるか楽しみだった。折り合いがつくので、この馬のレースができれば十分にチャンスはあると、話している。日刊スポーツ新聞社の松田直樹は、打倒コントレールにも名乗りを上げた。逃げて4連勝の勢いはもう本物。産経スポーツのうるしやまは、 どこまで行っても止まらない脅威の粘り腰今下最大の上がり馬がラスト1巻でも大仕事をやってのけるかもしれないと表現した上位3頭に菊花賞の優先出走権が与えられた神戸新聞杯第68回神戸新聞杯は9月27日中京競馬場芝2200メートルにて18頭が出走し行われた競争である無敗の二巻は コントレールが単勝オッズ1.1倍の一番人気であった。単勝支持率は、レース史上最高の2005年ディープインパクトの支持率 78.、78.5%に、ついで2番目となる72.6%を、記録した。続く2番人気には、一勝クラスのハボ単勝で2歳、芝2000メートルの JRA レコードで勝利した後、骨折で休養し10ヶ月ぶりの復帰戦となった。 無敗のグランデマーレが19.9倍の支持となった。それ以下は20倍台のベルトライゼンで、ディープボンド、マイラプソディが5番人気までに収まった。スタートからパンサラッサが抜け出し、強い向かい風の中逃げの手を打つ。グランデマーレが2番手、コントレールは中段につけ、ベルトライゼンでは後方に位置した。1000メートルを59.9秒で通過し、パンサラッサが 戦闘のまま最後の直線に侵入。まず後位にいたディープボンドが抜け出しを図る。しかし、抜け出したことで空いたスペースを中断にいたコントレールが持ち、加速し戦闘に進出。後続と差を広げ、持ったままの手応え、ノーステッキでの大楽勝で戦闘のまま入戦。後方から追い上げたベルトライゼンでは外から据え、足を見せたが、コントレールにはかなわず。 うちで2番手に抜け出していたロバートソンキーを首さばかり捉えたのみで2番手での入選となった。2番人気のグランデマーレは直線で失速し、ブービー賞17着、5番人気のマイラップソディは競争中に微出血を発症し、最下位に沈んだ。神戸新聞杯におけるレース全体の売り上げは83億9513万7500円。これは、 サーテルナーリアが優勝した前年に比べて190.5%の大幅な売上増であり、コントレイルの父出るディープインパクトが制した2005年の売上を約79億6000万円を上回る神戸新聞配売上のレコードをマークした。また、当日のウィンゴの売上は10億908万300円となり、2012年12月23日以来となるウィン。 売上十10億円超えを記録した。圧倒的人気のコントレールがいたため、指定レースの一つを一等に絞れたことが影響したと考察されている。柴田正人は強い以外の言葉が見当たらない圧倒的なパフォーマンスだった。と表現。喫下賞について、行為や中断でも競馬ができることや折り合いがスムーズで、あることから心配無用、視界は良好と評した。 上位3党に菊花賞への優先出走権が与えられた。菊花賞への特別登録の段階では、出走可能党数18党を超える29党が出馬投票を行った。その中からトライアル競争で得た優先出走権を行使し出走したのは、セントライト記念からバビット、佐藤のフラッグ、ガルワクリーク、神戸新聞杯からは、コントレール、ベルトライゼンで、 ロバートソンキー。なおロバートソンキーは、3歳馬5大特別競争の出馬登録を第1回は行っていたものの、デビュー後11ヶ月の長期休養し、第2回の登録を見送った。そのため、追加登録料200万円を支払った上での出走となる。その他の馬は通算習得賞金順により出走が決定した。重勝利経験馬では、 京都新聞杯勝利のディープボンド、毎日杯勝利の里野インプレッサ、札幌2歳ステークス勝利のブラックホール、北海道2歳優秀勝利のキメラベリテがナを連ねた。リステッド競争勝利経験馬は、プリンシパルステークス勝利のビターエンダー、スミレステークス勝利のレクセランスが出走。以下、京都新聞杯2着のマン・オブ・スピリット、青馬賞2着のバルコスが出走。 収得賞金1500万円は6等で、そのうち出走可能な4等を決める抽選が行われた。結果、1勝クラス2勝クラスと連勝中であった、アリストテレスダノングロワール、ディアマンミノルの3等に加え、ターキッシュパレスの出走が実現した。除外戦術の収得賞金1500万円の抽選で落選したのは、心の灯台とアンティシペート。 収得賞金1000万円以下は、里のゴールドを、はじめ9頭で、すべて競争除外となった。主な回避場京都競馬場の開催は2020年4回目の開催で、全8日の消化後に行われる改修工事のために2023年3月まで開催を休止することとなっている。デアリングタクトが無敗での品場参冠を達成した、開催4日目の第25回収は、 やや銃で行われた。開催は6日目。菊花賞が行われる芝コースは内作を最もうちに設置する A コースを使用した。デイリースポーツによると雨が続いたこともあり、馬場のうちら地沿いは痛みが目立っている。スポーツ日本によると、高腕の競馬の影響により、芝は高正面から三角にかけて痛みが進んだ。と表現し、時計がかかると分析している。 競争前々日の金曜日時点で、岩水率はゴール前14.3%、第4コーナーで13.7%。芝のクッション値は7.0で、柔らかめと判定された。集荷賞が行われた日曜日から水曜日にかけて、生育管理のための山水が実施され、火曜日から水曜日まで芝刈りが行われた。芝の草丈は、野芝10から12センチ。 用芝は14から18センチに設定された。2020年10月25日第4回京都競馬、第6日目第11競争芝3000メートル、天気、晴れ、馬場状態、量、発送時刻、15時40分無敗で2冠を達成した、コントレールは2枠3番。優勝再多体の発祥を上げている枠に収まり、矢萩は、 物理的にコーナーが近いので、内枠が有利なのは間違いないとした。競争前日には、単勝支持率82.5%に達するなど、人気を集め、最終的に、単勝オッズ1.1倍の一番人気に押された。ベルトライゼンでは3枠6番、担当の長教女子は、いい枠とし、池添も、真ん中より少し内の枠が理想と話していたと語った。 単勝オッズ10.3倍の2番人気に押された。1987年以降勝ち馬がいない6枠11番には、バビット、浜田は、できれば、うちの方が良かったな。ぐライで、どこでも問題ないとした。12.5倍の3番人気に押された。抽選を突破した5枠9番のアリストテレスが、23.0倍の4番人気で、以降里のフラッグ、バルコス、ディープボンド、 ダノン・グロワール、ロバート・ソン・キー、ガロア・クリークと続き、11番人気の里のインプレッサーまでが単勝オッズ100倍以内であった。7枠14番のバルコスは、三浦高星が起乗する予定であった。しかし、病気のために24日、25日の起乗を取りやめ、岩田高星に乗り換わり、7枠13番のロバート・ソン・キーに起乗する伊藤匠馬は、 7年ぶり3回目の HGI 競争起場でクラシック競争初起場。また、8枠16番のターキッシュパレスに起場する富田明はデビュー4年目にして GI 初起場となった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。結果賞の売り上げは212億428,700円。ワールドプレミアが勝利した前回。 2019年に比べて30.4%増加となった。また、レース当日の京都競馬場挿入乗車数は前年の1.8%となる1018人であった。的中票数は8777票。払い戻し金は84020円であった。京都第10競争の桂ツ川ステークスにて、一等競争除外となったため、 132,020票が変換となった。売得金は10億5,357万4,100円。売り上げが10億円を超えたのは、前日の第68回神戸新聞杯以来で、デイリースポーツによると、いずれも指定レースの一つを一等に絞れる、安心感がファンの購入意欲をくすぐったと分析している。 佐藤のダイヤモンドエピファネエアビートブラック本レースのテレビラジオ放送の実況担当者は以下の通り、11月以降に行われる京都競馬場の改修の影響により従来の4回阪神開催は中京に変更。これにより阪神芝外2400メートルからコース変更。ありがとうございます。